皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドラゴンクエストタクトのファミ通紹介をしていきたいと思います。事前登録絶賛受付中、2020年夏配信開始予定です。オルクスペラの地で新しい冒険が始まりです。本作の舞台となるのはオルクステラという世界です。目が覚めるとオルクステラに迷い込んでいた主人公はモナンやスラクトと出会って各地を巡る冒険に旅立つことになります。オルクステラの地になぜ主人公がやってきたのか、冒険の目的は果たして、気になることも盛りだくさんです。バックボーン、その昔邪悪な魔王がこの世界オルクステラを破滅へと導かんとした時、伝説のタクトを持った一人の人間とその仲間モンスターたちが立ち上がりました。その人間は仲間たちを指揮して、仲間たちはこれに応えて互いに信頼し合い、激しい戦いの末見事魔王を封印することに成功しました。世界は平和になりましたが、この者たちの物語はなぜか語り継がれることはありませんでした。時は経ち、このオルクステラに再び魔の手が迫ろうとしていました。とってもおしゃべりモナン、好奇心旺盛なピンクモーモンでオルクステラにやってきた主人公に興味を持って、共に冒険の旅に出ることになります。とっても物知りのスラクト、世界を放浪するスライムで凶暴化したモンスターに襲われているところを主人公に助けられて仲間になります。なんかマリオストーリーやペーパーマリオ RPG でいうクリオとかクリスチーヌみたいな感じですね。そして物語を盛り上げる個性的なキャラクター、イブリ村の長老ガルネ、モナンが住む村の長老で古の魔王時代を知っていますが、あちこちにガタが来ていて昔のことを思い出せないようです。謎のモーモン、悪魔、主人公の行く手をありとあらゆる手段で邪魔をするブラックモーモンで、額の宝石には秘密があるようです。そして王様ホルトン、イブリ村があるブラーバス大陸の王様で、ガルネ同様古の魔王時代のことを知っている貴重な生き残りですが、とても忙しくて活剣には5年待たされ ることとの噂もあります。腐った執事ギーリス、魔王に仕える執事で、腐っているのは外見だけでなく骨格で悪知恵がよく回ります。悪魔を主人公に接しかけてきたようですが、その目的とは一体。そうですね、語り継がれることがなかったのはもしかしたら魔王の力だったのかもしれませんね。それかその伝説を魔物たちはそんなあんまいいように思わなかったっていうこともあるかもしれませんね。というわけで今回はこの辺でドラゴンクエストタクトのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。